8月17日、アメリカ司法省は中国共産党スパイ事件を解決したと発表し、アメリカ中央情報局のメンバーであるマー・ユーゼン氏が中共に買収されたと主張している。それだけにとどまらず、より大きい影響がこの事件の裏で隠されている事件だ。海外の民主運動活動家大物のマー・ダーウェイ氏は中共のスパイであると指摘されている。 アメリカ司法省は、まあ友禅の起訴状で、彼と血縁関係のある親戚が犯罪を共謀したと述べ、その人物は起訴状で、共謀者第1号と名付けられたが、名前は公開されなかった。香港紙アップルデイリーは、アメリカ連邦捜査局からの情報を引用しており、様々な関係者による検証の結果、共謀者第1号は、まあ第1子であることを指摘した。 彼は1990年代から中京に CIA および FBI のパスワード訓練資料を含むアメリカの軍事秘密とミサイル資料を提供し始め同時に中京諜報員に後進党捜査を指導した報告によると2001年にマー・ユーゼン氏と 第1子は香港のホテルで少なくとも5人の中共諜報要員と3回会合し情報を提供したことで中共から5万アメリカドルの報酬を受け取った馬友禅氏と馬第1子はまた中共国家安全部の要請に応じて中国にいる5人の CIA 情報提供者を特定した2009年彼らは中共国家安全部の人と直接会うために雲南省まで行った 資料によると、マー,ダーイー氏は1990年代海外民主化運動民主中国人選の中心メンバーであり、かつて副主席や幹事会主席に就任していた。1998年にマー,ダーイー氏は中国民主化運動海外連席会議の準備に参加し、外交委員会主任を務め、連席会議主席であるギキョウセ生氏と一緒に外出訪問をした。 アメリカ司法省の起訴状によると、マー・ユーゼン氏は2019年に FBI 覆面捜査官にマーダーイは海外民主活動家であり、反共組織メンバーであるため、中共政府から脅威とみなされ、中共国安の接触対象となったと表明した。中共に買収された後、 マーダーイ氏は密かに中共に協力しながら表面上は民主運動で発言し外部に民主人物であるかのような印象を与えていた彼はまたワンダンヤン・ジアンリなどと同じステージにいて民主運動のベテランとして多くの民主化活動に参加した2014年香港で民主化要求でもアマガサ革命の期間である時事フォーラムでマー・ダーイは 香港政府が香港人の基本権利を無視し、香港人の抗議は平和であるなどと主張した。香港人へ敬意を表明することに加えて、平和的にデモを行った香港人を攻撃するように暴力団を煽動したとし、香港政府を批判した。 第氏と共に仕事をした民主運動活動家の魏強成氏は10年以上、馬第氏に連絡を取っていなかったと香港紙アップルデイリーに語った魏強成氏は海外民主運動活動家の中に中共スパイがいることを知っていたが証拠が不十分なために追跡することは困難だったそのため仲間に騙されないようにプライベートで伝えるだけだった 香港バブティスト大学ジャーナリズム学科上級講師であるブルース・ルイ氏は香港はすでに多数の中共国安寺院の情報提供者が浸透している香港は米中競争の最前線にあり香港版国安法は香港現地法律によって制限されていないため香港での類似浸透事件は海外より深刻である マー・ダイ、まあ、氏は85歳になっており、香港紙、アップル・デイリーの報道によると、マ、ま、ー、あ・ダイ氏の家族がソーシャルメディアで、マ、ま、ー、あ・ダイ氏が近年、認知症に苦しんでおり、老人ホームに住む必要があると紹介したこともあり、マ、ま、ー、あ・ダイ氏が起訴されていないという。